皆さんおはようございます。今日はですね、渋峠にある雪の回廊を見に行きたいと思います。現在はですね、関越道を走ってます。現在の時刻は5時です。ツーリングプランを使ってね、2日目なんですけど、今日降りるのはね、渋川伊香保インターかな、そこで降りて、あとは下道で行くんですけど、この後はね、万馬ダムだっけ、あそこに寄るんで、そしたらそこでお会いしましょう。ヤンバウルタとか、バイクはどこなんだ。あ、結構やってんだね。ヤンバウルタとか、朝日が昇って綺麗っすね。あ、そうか、こんな感じか。そうそうそう、こんな感じだね。あ、こっちであれだ、写真は撮れるのは撮れるんだね。やっぱふるさと感こんな感じっすね。あ、足湯があるんだ、ほら地球があって、こっちはこんな感じだね。すごいね、あの山が切り立ってて。ちょっとそっち降りれる？降りれねえか。ちょっとそっち行ってみるか。おやんばふるさと感。はい、こんな感じです。こっち行くと不動の滝があるんだね。はい。はあ、綺麗だね。最高。なんか山の雲行きが超怪しいんだけど。ねえ。じゃあね、ヤンバダムでちょっとトイレ休憩したんで、これから草津方面行ってみますか。あれ、あそこは結構あったけ。じゃあ行きますか。草津方面行ってみますか。11度です。時刻は7時。なんか凍結注意の看板が出てたんですけど、あ、間違った、向こうだった。間違ったじゃん、向こうじゃん。こっちは旧道だよ、旧道。あれ、向こう行けるんかな。あ、行けるか。旧道、旧道。お？いいか。こっちでいいか。いいかな。風が強い。山はなんか荒れてるよ、今日。あ、いけねえ。荒れてるの忘れた。ネックウォーマー。あれ、ネックウォーマー。
はどうしたべ。え、ネックウォーマーどうしたべ。俺もしかしてトイレ忘れてきた。ネックウォーマーはやっぱりトイレに忘れてきちゃいましたね。この後草津に行ったんですけど、その間の動画は撮れてなくて残念なことになりました。それでは。通行止めになってる。ここまで来ていけないとはね。凍結で行けません。最悪なんちゃこら。まさか行けねえなんてことはあるんだ。まあ、全くな。しょうがないよね、凍結じゃね。ああ、行ったね。ここはなんだ。ここはまっすぐか。やったね。温泉入って帰りよう。帰りましょう。なんだよな、最悪。温泉入ってりゃ溶けてあれじゃない。サイトになんねえかな。ああ、最悪だよね。あれ？あ、ついてる、ついてる。湯煙亭に行きたいと思います。ああ、この辺か。ああ。右側？受け振りてねえじゃんな。受け振りて、受け振りてねえじゃんね。どこなん？煙系なんてねえでな。はい、じゃあちょっと今何年ぶりだろう。懐かしいよね、ここ。こんな感じでーす。いつもながらの湯畑映像ですね。このくらいの速さならあれかな？大丈夫ですかね。ほら。今度こっちから。うわ、すげえ。熱風が、熱風が来る。はい、みんないっぱい。はい、それじゃあね、温泉入ったんで帰りたいと思います。はい、道の駅草津運動茶屋公園、ちょっと行ってこっか。これ行くと、え、人生を人生をリーペン用、リーペン用、リーペン用、リーペン用を、あ、どうした。おお、なんかいい橋がありましたよ。何橋だこれ。あー、見えなかった。おお、最高。
しい。なんか超気持ちいいんですけど。はい、ただの橋でした。今回は雪の回廊を見に行くはずだったんですけど、残念ながら通行止めで行けませんでした。その代わり温泉に入ってこれたんで良かったと思います。それではね、この辺で終わりにします。最後までご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではね、次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。右が湯河原か。まっすぐ沼田、中之条、沼田どっちだ、まっすぐか。まあいいや、しまい。